外しても、今外れてるよね、これ今外します。でも動画は映ってるということですよ。はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちらポッドキャストカー TV メイトプロです。あれ、これプロって書いてないけど、あのプロです。あのっていうのはこちらね、カー TV メイト、ね、これの新作バージョンになります。あの8月に発売されたものだということで新製品なんですよね。これね、何が進化したかっていうと、こちらのね、あのオット AI ボックス P3 の機能が少し足されてるということです。あのカープレイ、ワイヤレスカープレイの機能がこいつに備わったみたいなお話ですよね。しかもね、お値段が安くて、今あの 2,799 円ですね。それにあの今回私のクーポンコードがありますので、下の概要欄見てくださいね。こっちの P3 ね、あのお値段が 49,799 円、今だったらね、あの値引きとかいろいろあって値段は変わりますが、だいたいあの4万円後半から5万円ぐらいで買えます。その機能がだいぶ省かれてるというか、こっちに足されてるっていう感じなんですよね。ワイヤレスカープレイが使えるというものがこのプロになります。ちょっとね、開封してきますわ。はい、ではドン。でこんな感じです。うわ、大きさほぼ一緒。こちらが全モデルで、今回の新しいモデルね、あのデザインがちょっとこのオートキャストの P3 にちょっとこの丸いデザインにちょっと近くなってきたなという感じですよね。どう、これ3つ並べるとこれぐらいの大きさになります。これわかる、これわかる。あのちょっとやっぱ P3 は大きくて若干重たいっていうのは、結構この中にコンピューターが入ってるということなんですよ。でこちらは後ろに HDMI コードがあるんですよね。これ接続ができます。そっから拡張して使えるというものなんですね。メモリが 128KB、 RAM プラス 16MB ROM ですね。で Wi-Fi は 2.4GHz のプラス 5GHz と、で HDMI 入力は 2K が対応しているということですね。もちろん 1080p、720p も対応していると。で重さがわずかの 41g ということですね。まあ、例えばこういうあの Amazon スティック、ね、Fire スティック、こういうものをここにぶっ刺して、まあ、Amazon TV とかいろいろ動画が見れるというものになります。で前までのモデルが 18,999 円ね。こちらね、結構値段が変動しますので、まあ、その差なんか1000円ぐらいか2000円ぐらいの差なので、うん、こっち買っとけよっていう感じもするような。ではね、ちょっと今から早速あのどれぐらいの機能差があるのか、つけてみようと思います。今 Amazon スティックをつなげてます。ちょっとコード長いからあれですけど、ちゃんとつながりましたね。なんか表記が小さいけど YouTube 見れんの。 Amazon スティックのリモコン、これで使います。私のスマートフォンでテザリングしてますね。 Fire スティックじゃじゃんっていう感じでね、つきましたね。嬉しいな。これリモコンがあるといい。ついてんの全部見れるからね。あの契約してたら見れます。 Netflix に Amazon ビデオ、 YouTube、 U-NEXT、 Amazon ミュージックなどなどなど、 Amazon プライムビデオ見てみよう。お、まあちょっとなんか反応がワンテンポ遅れるかな。やっぱりあのオッドキャストの P3 の方が早かったような気がする。まあでも待てばこれぐらいの遅延ってそんなに気にならないかな。ねえ、ファブルとかあるわ。実際のちょっと待ち時間こんな感じです。これ電波状況とかそういうのにもよるんかな。スマホのスペックとかにもよるのかもしれないです。はいね、ちょっとこのカープレイ、これをしてみる。これ有線でつなげなくても、これ Bluetooth でつながんの。これ Bluetooth と Wi-Fi をオンにしたら、この Auto2203 っていうのがね、反応してますよね。っていうことで、今これコードでつながってないんですよね。ワイヤレスでつながっております。でこんな感じで映ります。じゃじゃーん。なんか普通にマップとかも使えるし、ね、キーボード出てくる。六甲山検索と、ね、なんか結構サクサク動くよね。これ Google マップとかも使えるわね。 Google マップの方が使いやすいよっていう人はこっちがおすすめかな。あ、なんかホンダの、あ、これを押すと元に戻るね。はい、今ねあのオッドキャスト P3 につなげております。
ね、これもねコード1本で、でこっちはね結構やっぱコンピューターいっぱい入ってて賢いの。オート AI ボックス P3 に接続しますか。はい、接続しますね。オート AI ボックス、これね、運転中も映像が見れちゃうんで、それも本当に見てはダメですよっていうね、見れちゃうんですけど見てはダメですよというボタンですあ、こんな感じね。あ、やっぱだいぶ違うね。そうかそうか、これはこれでいいよね。なんかやっぱ全然画面が違う。でこれはもう元から YouTube とか入ってんのね。今ちょっとオフラインにしてますけども、ほらマイページ、私のほらもうアイコンとか出てる。この iPhone のテザリングでこのオッドキャストをつながるようになります。そうか、ちょっとだいぶ違うんだな。ただここまで高機能はいらないよっていう方はもうこっちで十分かなと思います。ちょっともう一回有線つなげてみるか。ちなみにこの前のモデルを今取り付けております。そうするとね、画面やっぱ AirPlay っていうのは出ないですね。 HDMI だけの接続になるということですね。なのでこれちょっと今外しますわ。ほんで新しい方ね、新作モデル8月に販売したばっかりすると、はい、こんな感じでね HDMI と CarPlay が選べると。はい、まあ一回接続しといたらこれすぐ抜いても反応が早かった。まあこれカープレイなんで基本このカープレイが入ってるのと同じ画面ですわな。ですわ。ファイアスティックつなげてますね。こんな感じです。これでいくともう YouTube とか動画が見れるというものですよ。あ、そっか、これリモコンやったこれはファイアスティックのリモコンになります。お、動画が見れましたね。これね、今動画ね、これ普通はこれほらね、ここもパーキングブレーキも外します。ちょっとだけ進んでみる。ほらね、ちょっとバックするけどね、今ちょっと駐車場だったんで公道ではダメですよ普通のテレビありますわな、これテレビ。あ、そっか、ほらね、映らないよね。これパーキングするとね、ほらパーキングブレーキでつくようになります。これがね、テレビ見てるとね、これ動かしたいなと思ったらもうね、ね、ほらダメなんですよ。これパーキングブレーキを外すだけでもう見れないです。まあこれはね、もう安全面でしょうがないんですよ。ただやっぱ助手席の方とか後ろの方、映像見たいなと思いますよね。これね、なんかテレビチューナーをつなげても実は見れるということですね。テレビキャンセラーっていうんですかね、そういう風になりますね。あくまでも運転手は見てはいけませんということですね。でまたこのカープレイっていうのを押せばオッドキャスト戻りますね。今のはこの HDMI の映像になっておりましたと。To be continued になった。で YouTube ね、こんな感じで、お、ちゃんと動くわ、ね、今 CM 入ってるけど。いやー、これいいよね、自分の動画車で見れんの。お、音ここで、で今これパーキングね、外します。こうでしょ、ほら外しても今外れてるよね。これ今外します。でも動画は映ってるということですよ。いいよねやっぱりね、どうしてもね、ちょっと見たいっていう方ね、助手席もしくはこの止まってる時に見てくださいね、皆さんね。まあそれが今約2万円で、さらに私のクーポン使えば今ならちょっと安く買えるというお話ですよね。はい、皆さんいかがでしたかねこれね、まあ今回新製品ということで、まあカープレイもね、ワイヤレスで使えるということで、まあまあおすすめの商品です。はい、というわけで今日はこのオッドキャスト、車につなげて、動画を見てみたよっていう動画でした。じゃあね、バーイ。